羊めめチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。今日はですね、めめジェットコースターを作っていきたいと思います。はい、ジェットコースターはね、東武動物公園というところがあるんですけれども、そこにね、テントウムシのジェットコースターってのがあったんですよ。子供向けのね、5車両ぐらいのテントウムシのジェットコースターってのがあって、東武動物公園っていうのは動物だけじゃなくてアトラクションとかもいっぱいあるんですけども、人生で初めて乗るジェットコースターがそれだったんですよね。でまあ一人で乗ったんですよ。なんか勇気が湧いてきて、よし乗るぞっつって、一回転とかはないけど、こういうのはあったんです。こういう怖がちょっと上がってってさ、加速するみたいな、スーンスンみたいな、このここのこのカーブの時に僕の乗ってた車両だけ脱線したんですよね。脱線してそのままピューンって飛んでっちゃったんですよ。勢いがすごいから、そのピューンって飛んでった先が、その杉戸高野田駅っていうね、その僕の高校時代の、その高校の最寄り駅だったんですけど、僕テントウムシのその一番前の方に座ってたんで、その僕の車両だけテントウムシの顔があったんですよ。そしたらその仲間だと思って周りのテントウムシたちが俺に寄ってきたんですよね。テントウムシわーって、田舎の方だったんで、テントウムシたくさんいたんですよ。で、テントウムシわーってきて、そのままテントウムシたちが、僕のテントウムシの車両を、こう持ち上げてくれましてね。で、そのまま東武動物園の方まで、戻してくれたんですよ。で、戻してくれた先が、そのレジーナっていう、その、大人用のジェットコースターだったんですよ。で、その大人のレジーナの、コースに俺のテントウムシの車両が一車両だけ乗って、レジーナってこういうのもあるんですよね。そう乗ってぐーって行って、その一回転してすごい怖い思いしたなっていう話です。じゃあ早速ね、めめジェットコースター作っていきたいと思います。用意するもの、画用紙、テープ、ペン、ハサミ。それでは完成しました。ご覧ください。だぞー、すごいでしょう、ジェットコースター。2シーターですね。これ安全バーがついてまーす。ね。じゃ早速ね、ちょっと、一回滑らしてみましょうか。よし、ふぅー。制作者の私が、遊ばなくてどうするっていうね、はい、行ってきます。カタカナのス